はようございます。さあというわけでこの後抽選でございますが、なんだか見たことねえ景色だな。そうなんです、皆様のご要望を取り入れ、ビートレイ収録テンポが変わりました。毎回変えていくことにしましたから、新ビートレイですね。新びっくりビートレイでね、本日が5月の27日ということで、そんなに人多くねえんじゃないかなと予想したんですよ。28の前日ですからね。ただまあ一応抽選が250ぐらい、僕最高日です、なので結局テンポを変えましたが、抽選勝負に変わりはございません。この後抽選です、やってやんよ。さあ運命の抽選のお時間やってまいりました。昨日もいつも通り抽選方法募集しましたが、採用、あれ、そういえば手引きじゃなくてボタンポチでした。さあ3台抽選の相談入ってください。3台ですね。どうしようかな。今回採用させていただく抽選方式は真ん中の君、あはは中途半端、いつも通りです。行きましょうか、この番号ですからメインコーナーは空いてるか空いてないか微妙なところですよね。で収録以外では何度もお邪魔したことがあるお店でございますんで、どんな店なのかは結構知ってます。27日でしょ、過度の期待は禁物です行きましょう。そうなんですよ、もうね完璧に過度なんですよ。お店としては手前の方が強くて、まあ、8系だったら奥まであれだけど、いやー奥はダメ、奥はダメ、真ん中か。一旦ね気持ちをリセットするためにここから行きましょう。イケチです。はい、というわけで始まりました。皆様いきますよ、せーの、ビートレッツって、はい、帰ってまいりました。さあというわけでこの企画は、某五反田の店舗でやっていたビートレの店舗が変わっただけです、はい、内容は一緒、好き勝手やらせてください。はい、皆様の声を採用して店舗を変えただけ、何も変わっておりませんと。というわけで、変わった店舗はですね、第1回目埼玉県八潮市シンガーデン八潮店さんです。こちら、まあね、なんとも言い難いとこからスタートっすね。はい、いや本当出してくれる時は出してくれるんですよ、抜く時がっつり抜きますから。で本日が言った通り27日ですからね、28日じゃないですよ、前の日の27日ですから、怖い怖い、はい、そんな中私の抽選が130万ぐらいだったっけ。でもうね先に言っておきましょう、シンガーデン八潮店、まあねすげえ強いって日に浮いてたよ。だいたいあの通路の手前の方に固めて入れるんですね。で真ん中から向こうに行くと据え置きすらありえるんですよ。なので入っていった時にあのバーサスとかマイジャグとかの角が開いてたから通りたかったんですけど、しかもですねこのお店ハーデスより外線の方が強いんですよ。だからすごい迷ったんですけど、やっぱりね気持ちをリセットするために一発目はハーデスだろうということで、一番取っちゃいけない真ん中辺のハーデスを取りました。据え置きの可能性すらありますでもさ、こうお店変えてね気持ち新たにリセットしてやろうっていう1回目で私イゲンジンが、ね、某五反田のビートレで行ってしまった、はい、達成できなかった、一撃万枚達成したらかっこいいんじゃないかなと思ってちょっと意気がってみました、はい、でもねさっき入場の時言った通り結構ね店舗さんがどういうお店かはもう把握してるお店なんで、まあね今日こんな感じかななんて温度感もう昼ぐらいまでには言えるんじゃないかなと思っております。でこれね地域柄的にすごいね、こう今日週末なんですけど、日曜なんですけど、どん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 昼過ぎから人が増えていく店舗なので、もう積もりに行くんだったら早めに動いて
積もらないともうそのうち動けなくなるんじゃないかなと思っております。さあというわけで新生ビートレスタートです。いきますよ、ビートレ。それではスタートしていきましょう。セイララ、気持ちは込めました。ただね、もうね、一つ言いたいことでございます。ハーデスが全20台あるんですけど、でもこれ声大丈夫、入るこのうるささで。そうなんですよ、めちゃうるさいでしょ。なんとオープニングを撮ってカメラをセットして戻ってきたら20台中14台が当たってます。これね、ミスしてる、間違いなく、ですね、収録音声がかかってますね。先ほども言った通り、本来ならばもう本当にね、狙いどころが明確なお店で、通路側の端、そっから3台ぐらいが超ハイチャンスです。でちょうどこの辺が分岐ですね、真ん中辺から。こっから向こうに行くと若干怪しくなって、で奥の方の角に行くとまたちょっと入るっていう。だから僕がこのハーデスコーナーに入ってきた時に手前から埋まって奥も埋まったでしょ、皆さんようご存知で。でぐらいもうみんなに浸透してるぐらい明確な入れ方をするお店です。まあ、その他の特徴としてはなんかね、大体その日の推し機種をいい日はね、2、3機種あります。でアクロスなんかだと前代系も、まあバーサスカーナビどっちかがね、よく前代系やります。めちゃ当たっとるやん、ハーデス。カメラのお辞儀してきました、ありがとうございます。完璧なピートレ補正ですね。あとね、やっぱり五反田で撮ってる時と来てくれるユーザー層がだいぶ違うんだな。はい、3台35ゲーム、1、こんなん刺さったら面白いけどな。2、4、7、まさかあー、ないか、8、ないですね。正直普段の まあ回収日のことが非常に多いです。今まで46から、でも僕が今日このシンガーデンヤシオでピートレを取るにあたって期待した状況は据え置き祭りだったんですよ。もう20台中16台ぐらい当たってますよ。数えましょう。18、今これが19なのかな、はい、当たりました。天国のチャンス館が中段リップだ、中段リップの方か、はい、さあというわけで投資が立ったら4本、はい、これだけじゃまだ分かんねえな。リセットでまあ通常以上から始まってたんで、うまいことパパンと当てての、当選と行きましょう。というわけでリセットはかかっちゃってますね。大丈夫、これもしかしてさ、これが積もってたら結構なんかインチキ番組にも映ってないですか。大丈夫ですか。そういうんじゃないですよね、さすがに。いやー、これね、小手6の表情って面白いな。最初にインチキですって言って帰ろうかな。
てる。そんなに寄せる傾向の強いお店じゃないんですよ。ヘイ、安心。いやでもオープニングで言った通り、もしですよ、万が一速攻で1力万枚達成したら、もうそれはもう最終回です。まあ、その後もスケジュールが決まっている場合があるんで、それはなんかウィニングランとしてやりますけども、だからハーデスじゃなくてもいいよ、なんかの騎士で1力万枚を狙いましょう。でもね、動画で1力万枚出したことないんですよ。だから基本のベースとしてはそれを狙いましょうか。一発目だからやっぱりハーデスだろうと賛否あると思います。もしまたハーデスかと思う方いらっしゃいましたら、今日ねこのシンガーデン癒しをね、一体一体何に行けば正解だったのかコメント書いてください。まさかドン、ああまさかだった、はい、いける日なんじゃないですか。あれあれそういう日、今日これなんかあれじゃないですか、そういうそういうやつですか。ありがとうございます、ありがとうございます。しかも安心してください、今日閉店まで打とうと思えば打てます。明日が、神奈川です。そしてきっちり閉店まで、あの繰り上げで閉店することはないと思います。このお店は聞いたことないもん。閉店の時間ですって言われるまで打てますからね、打とうと思えば。だから6時半までまんま一撃万枚のチャンスはあります。ドーン、乗るんだよこういう日は。あんだけ五反田で乗んなかったのに。来ました、一発目の姉さん。普通に乗りそうな気するもん。これもね、狙えっていう方が結構いたら狙ってみましょう。ドン、初戦に帰ってセーラーライ、はい、新ピートね、よろしくお願いいたします。ブシャー、簡単なんだよね本当に。なんであんなに苦労してきたのに、はい、ツッポシ、はい、これで150ですよ。簡単だな、なんでなんだ。こういうことなんだよね。はい、いきますよ、セイラライ。あ、予想通りに200。なんで五反田だったら50率が7割ぐらいあったのに、なんでなんすかこれ。もう一回お礼言ってみましょう。ありがとうございます、ありがとうございます。ただね、まあ、毎月1回収録していきますが、同じテンポではもう取らないっていう、2回連続で同じテンポってことはないように、そこだけはね、このビートで続けていく上での約束をもらいました。だからたまには関東だけじゃなくて地方見てくださってる皆様の街に行くかもしれません。北海道とかでピートリやりたいもんな。真冬の雪だらけの中でふんどし一緒でピートリガタ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 って。だから来てほしいエリア、うちの近くのこの方に来てくださいっていう要望があったらコメント書いておいてください。でこのお店の方に、今後ピートレイ日本全国でやるらしいんで、このデチャーのトリプレー出版にちょっと一本入れてくださいって言ってください。日本全国を出張させていただきますよ。おう、全然話変わりますけども、このシンガーデン八潮店、コシさん家から最寄りのホールなんですよ。今日遊びに来るかもって言ったんで、ちょっとお借りします。ソイ、ああソイはこれよ。途中でね来るかもしれないんだよね、もしかしたら遊び来ますって言ったら。まあでもね、そんなことから続けることになりましたので、末永くよろしくお願いいたします。どちらかといったらもう緩い番組になったらいいかなと思ってます。
ろもう別にそんな方いじゃないよ。いや簡単だな本当に。なんでだ、こんなこと今まであった一回でいい、はい、今見ちゃいますね。下手したら黄色ぐらいあるんじゃないですか。青でした、一回でいいでしょう。開始30分で箱を使うと異常事態が起きました。で話を戻させていただきますが、もうだから見てる皆さんも惰性で見てください。惰性であんまり深く考えず肩肘張らずに打っていこうかなと。だあんまり変なルールとかも決めるのやめよう。で基本はなんか言った通りね、一撃万枚を目指しますけども、だから突っ張り気味の動画になると思いますが、だから、ね、疲れてる時とか多分ね適当にアクロスとかだと早く帰りますんで。じゃあもう40だ、40もう今日この店の温度感高いなーって時は多分最後まで積もるために打つんでしょうけど、なんでこんな乗るんだ。逆説でですよ、逆説でなんかやってたんじゃないですか、あの店。違いますよ、逆にこれが普通なんじゃないのか。わあ簡単、わあ大丈夫、どっちが何かやってんの、どっちですか、何かやってる方は。だってねこの番組を続けてきたおかげで皆さんも私が非現人がハーデス下手くそだと思ってるでしょ。俺ハーデス本当はめちゃくちゃ相性いいからね、打つためにゴッといくし。ということは結論は今まであれですね、店が悪かったってこと言いたいです。いやでもそれは言えねえ、なんだかんだお世話にはなってるもんな、長く続けて。そこを悪く言うのはよくないな、いろんなことありましたよ確かに。お三方ね、でも俺別に嫌いになってねえもんな、どちらかと好きだし、そういう男にはなりたくねえ。だってさ、もうほんといろんな思い出があるもんね、いい思い出ちょっとと悪い思い出いっぱい。これ残り300だったらワンチャンマジで降臨あるぞ。そうだ、あとねなんかね絵代わりのためにね、俺がこう緩くやると飽きると思うんで、一緒に連れてきてほしい、出ちゃう編集部とか言ってきてください。今日はだからコシさんが遊びに来てるらしいんで、地方でやってるから地方の研究生とか研究生上がりの女の子とか呼んでくるか。これ誰に言われてもね、僕は下蹴るとかやめませんから、これだけはご了承ください。無理だよ、勝手に出んだもん力。だから僕のおっさん一人で気持ち悪い下蹴るトークしてるから不快感あるだけでね、嫌悪感が生まれるわけだって。ここに若い女性の演者さんがいればその下ネタが入ると思いませんか、はい、期待していてください。少しさあそして五反田でもですね、新番組の方が始まっております。その名もノリビーと、こちらは今言った出ちゃう編集部と打とうみたいな話との真逆ですね。路線としては出ちゃう以外の誰か、まあ、他業種の方でも構いません。でゆかりがある方を呼んで、で一緒に乗り打ちしよう、ノーギャラで。これも毎月1回五反田で収録しておりますので楽しみに。1回目の収録かも終わって、1回目は、まあ、もうこの動画が流れると流れてるか、水瀬美香のお嬢と。面白かったね、やっぱね、出ちゃうで普段絡んでる人以外と絡むのは新鮮。あとねすごい安定感だったね、ね、あれは本当にあの人はすごい人気ある理由分かるもん。今ですねちょっとタバコ休憩して、普段ちょいちょい遊びに来るっていうユーザーさんと話してます。あとね今全体大体リセットかかってて使用しまった、この状態にすごいびっくりしました。
身内ネタになっちゃうんですよ。フィスト佐藤新年が CM に来た時はゴリゴリの背泳ぎだらけだったんですよ。ちょっと申し訳ねえな。さあ大人の時間がやってまいりました。ちょうど何かが多くて欲しいゲーム室になってました。起きる。うわー乗る。全然減らねえな。お、まさかの残り10ゲームですよ。あるんですか。見つけた。行きましょう。バーボン。あれ、ここでハテナ。さあ3つまで行きましょう。何が出るから何が出るからですね。立ちがいきます。まあこう来ますよね。音ですよ音。ハテナでゴッドってあったっけな。あーさあというわけでガビッコ残り9ゲーム、ガビッコーリオヘーやったぜジャンプセー一撃万枚。あれであれであれでだよ最終回。あれであれであれでさあ記念写真も撮り終わりましたし行きましょう。いや一言いいですか。新ガーデン八潮店いいお店です。ウォーウォーウォー素晴らしいな。めっちゃ一撃万枚見えてきましたよね。やばい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 。それダメ。よくよく考えたらだってもう6月の収録決まってるもん。やばい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 。9900枚ぐらいで9990枚。いや出したいんですよ。出したいけどもでもどうしてもサラリーマンですから。そこはいやーでもカードロック変わってたんですか。僕は初めて見たんで、もし演出の振り上げでも詳しいシーンとかもしかしたらもう相当グッと濃いのかもね。詳しい人いたらコメント書いてください。次第でも出てくるんだろうけどな。あんまその辺知りたくねえんだよな。2000枚さあ楽しいお時間がやってまいりました。どうなるんでしょうね。大事ですよ一発目。全然思いよろしい。いやーなんかね初めてハードと打った日ぐらいドキドキします。あるんかこれ。いったやつはもう逃げずにやってんなーでいきましょう。やってんな。あははは一番出てほしくねえやつ。いやいやだな簡単だな。もう贅沢に行きましょう。300もらいましょう。250夢が残る250で鍛えられ、はい、なんか狙った方がその気がしたな。ほら久々の遅いよ。ここでもう一発取れてぐるんぐるん欲しいですね。さあラスト2ゲーム。はいらんらい一発目のジャッジメントミスター中短波いきましょう。ただまあ150もらってればまだ望みはございます。これね私の長い経験上、まあもう一発ゴッド重ねないとおまんまは無理ですね。いや複雑な心境だけど重ねて重ねて。一つ目のジャッジメント終了。本当に何も起きません。これ尻すぼみのやつなんじゃないですか。尻すぼみの
で清水門が避けたい。いや弱火になるな。行こう。久しぶりにいいでしょうか。割と悪くないっす。そういうことですよ。ほら、さあ来ました一発目のお父さん。全部狙いましょう。ああ珍しくハーネスガーに変えましょう。狙うのもここよね。こいつをうまく扱えるかどうかですからね。マジで。おーしょ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 いしょいしょいしょいよっしゃい。半分でまだ1回さ、もう1回それでぐるんぐるんぐるん。おーしょい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 。わあこれこういうことよ。こういうことないよ。お前分かってるな。そこないよ。いけるかいけない。そこないよ。ぐるん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 。こっちもぐるんぐるんぐるん。来ました。もちろんここは伝えられない。あー難しいな。やっぱなここクリアできるところなんだな。はい、さあだが400貪欲にもう一発いこう。もう一発いこう。まだ引けるぞ。銃でも稼いどけ。この銃が後々生きる。ラスト出られない。おお続くんすか。出られない。というわけで400ありかなしかでギリあり、ギリあり。さあそして皆様お忘れじゃないですか、私異原人が五反田に残してきた負の遺産。そうその名もあれ。やっちゃいましょうよ。今日も今日だな。もういける気がしてきた。あれっちゃいましょうよ。でしょ。すげえ今このリールに集中してますんで、叩いた瞬間に回れ。私異原人ですね。一回もまだ動画で割れる前に気づけてないんですよね。ここで気づきたいな。カメラ回ってない時があるんだけどね、カメラ回っててそんなにこう気づけるんでね、これどうしてもやりたいんですよ。画面が丸れる前に僕は大声であれって言いますから。3年前、残り300とさらにジャッジメントの1つ有効の可能性もあるか。5000まではもう結構見るか。あでももう1000近く GG 回して1回のヘルメも入ってますよ。行ったら入るのよ。天の塾かわいいだなこいつな。だいたいこの青で終わんないんだなこれな。当たっちゃうんだな押し順で。どうしたの今日ね。何何なの。70ちょうだい。そうなります。まあまあかわいがる。よしとしましょう。乗せなんだな今日これ。弱っちいのがジャッジメント今日やる気がする。なんだかんだね確定役も引ける気がする。引いてるし乗せないんやな。とりあえず4000までは到達。まだ折り返してもいいんだよ。わかりますこの果てしない道のり。折りか、とりあえず折り返して
折り返してあれあれちゃん。おお、でかいこれ。3もまとまってますよ。こういうかコツコツ出てるから、これはまた3桁させるんですか。はい、そうだけど、こういうとこ、こういうとこ、おお、この手はさあ、お、何も引かねえな。お、さあ、この3ゲームで逃げ上がり際の出てるじゃないですか。嫌がったな、この野郎。さあ、というわけでまさかのコシさんが本当に遊びに来てくれました。コシさん、安心してください。今日来ると思ったんでマイクもう一本あります。はい、一旦外に出てきました。なんかうるさいですからね。本当に来てくれたんですね。うん、あの、まあ、家が自転車で10分かかんないんで大体特定されなきゃ大丈夫ですか。大丈夫です、まあ、あの、もうバレてるんで。前も自転車乗って交差点待ちしてたら、あれ、福島さんですかって普通に聞かれた。埼玉県八潮市、八潮まで OK です、大丈夫です。そらそうだって自転車で10分かかんないですよ、だからそうか。せっかく来てくれたんで、うん、ちょっと聞きたいなと。今回収録してるのが、はい、なんと P トレなんですよ、うん、お、P 取っちゃうじゃん、はい、なので、うん、僕も何回か来たことあるけど、それの日にならない回数来てるわけじゃないですか。僕はあの仕事終わりに、まあ、自転車止めてるんですぐそこの駐輪場に、やってる時は絶対中入ってチラッと様子見てから帰りますよ。すぐそこの駐輪場に止めてるんですか、シンガーデン屋敷に止めてるんですか。いや、駐輪場にちゃんと止めてます。大丈夫ですか、そこは P は取らなくていいですか。昔は大丈夫ですか。正直言って昔は止めてたんですけど最近早く止めてるとオープン前に全部外に放り出されちゃうんでもう今止めなくなりました。はい、どうなんですか通常時は。まあ、正直言って、まあ、メリハリがだいぶすごいですよね。まあ、当たり前かもしれないですけども、昔はなんか平常時でもこう、まあ、稼働がすごかったっていうのもあるけどね、出玉感見えてたんですけど、今はこうなんか狙ってきた方が多分強いんじゃないかなっていう。誰か来てる時を狙って打った方が多分いい。今日はどんな感じなの。今日は今日っすか。今日はなんか中通路側はちょっとなんか目立ってる感じありますけどね。ちょっと他のところはなんかバラエティーコーナーとかはちょっとだいぶ寂しい感じはしますね。はい、今日は強いか弱いかって言ったらどっちは。今日は強くはないじゃあ5点満点で 5で5点満点で5点満点で評価したら。食べ物のサイトとかよく5点満点じゃん。あ、いや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 、なー 2.5 あのね俺より P を取っちゃうわけですよ。あのね3.5 3.5、はい、2.5 から 3.5 の振れ幅、はい、2.5 の中で俺も頑張っていくよ。頑張ってください。でもほら朝が4000枚出してるからね。なんかすみません僕のためにこっから乗り打ち僕はパチンコのシンフォギア打ってますからいいよじゃあ負けたらご飯くらい落ちそうしてあげるよ。ありがとうございます、まあ、じゃあこの後のスケジュールはとりあえず買い物に行ってこようかなと。買い物から帰ってくるぐらい多分俺ちょうど終わってるから、ね、ああなるほど。じゃあ、はい、その時また顔出しますわ。ここから私声かけてくれれば、はい、というわけで本日の収録はだからコシさんが買い物から帰ってくるまでですねちょうど表面上そのいいタイミングでやめるにはしらもう言うから、うん、ね、あんまないんだもん一緒にこうやって飯食ったりするときにないね。だから今日なんかねほら明日が横浜なんだわ。ああそうなのね。そうだから夜ちょっと空いてるからさ、うん、了解しましたさあというわけで、本日一番 P を取ってくれたこちらの大先生でしたありがとう。いいえ、いやあれですよ、本当に 4.5 の時もありますから、はい、ただ俺も一つ P 取っていいですか、はい、差し入れはなかったです。ナイス、僕が差し入れなんでこの場合、はい、差し入れになったでしょ、元気出たでしょ、はい、行きます。はい、いたしゃい。でも本当に狙うべき票間違えなければしっかり電話もついてますんで、こういうところも P 取ってますからちゃんと。やっぱダメな時はダメ、いい時はいいっていうべきだと思いますからね。じゃあこの後はヒゲさんがたくさん出して焼肉を覚えてくれるのを期待してまた夜来ますね。お疲れ様です。今日もアンコール大先生に
美味しいもの食べさせてあげなきゃいけないからね。でもさ、パチンコ祭りだと思うかするとさ、なんで大概焼肉なんだろう、不思議じゃない。よし、今日焼肉だって言うじゃん、大体フグだって言わないよね。よし、今日は勝ったからフグ行くぞって言わないよね。なんで焼肉なんだろう。お、結構パチンコ祭りあるあるだよね。梅干しに重ねました。はい、ありがとうごさん。さあ、これで2つ目終了、残すところあと1つ。ここまでいったら5000万円方そうだね。これが陳様のようならマジでまた可能性あると思います。エフェクトはなし。いきましょう、3、2、1、ドン。そうなります、マンチンマン。これペルベロスのパターンじゃないですよね。あの魔性のペルベロスじゃないですよね。野生の香りが、いやあるぞ。そうですね。お、そい。タッチ悪い、タッチ悪いやつだ。さあ、ラストいきましょう、出らない、予想通りのペルベロスでございました。出、はい、ねえよ、そうそう。お前か、最後の最後に、もう、もう。さあ、残すところ5ゲームで、表面上のタッチが終了。残すはループ。僕の予想です。ゼロか5個以上。今日はそんな日だと思います。おお、びっくりした。ゼロでいいのいいかな。行っちゃったもんなんですよね。びっくりした。今日初の3桁。本日の初の3桁ですが、まさかの後のせいで。ちなみにですね、僕は後のせいが100以上だったの初めてです。いっちゃいました、鬼返し。これで終了。紙一重で万枚到達しますので、一応メモらせてね。ループの要素はゼロか5以上だから、念のためな。1671ゲームの5383枚と、まだこれ初当たり一発目ですからね。どうだろうね、なんかね、たまにさ、ぶっ壊れループあるじゃん、いきなりなんか10個とかあるやつ、あれに遭遇すればもういくかもしれないな、このまま。やだやだやだ、待ってね、こんな中途半端な時間取り切って、この後俺何すればいいんだよ、本当に。これスタッフ一の会議ですよ、会議。お、ありました、よかったね。なんかもう V すろがねえから、20ループ1つ目。
まあそうだね。こういうのが今日いるでも100以上ないですからね。そう言ったらこれは下段50。おー100いった。あ、いかない。おい、噛み合ってるのか噛み合ってるのか分かんないんだな。正直言いますと、あの、僕の動画でこんなに朝一からちょいちょい出たことがないんだ。だからあの、ぶっちゃけですか、どうしていいか分かんないです。中間の時間でこれが取り切って、その後俺は何をするのか、俺自伝人の経験値ないんです。なのでちょっとあの歯切れ悪いんですよね、トークの、うん、皆さんが見てもあんまり分かんないかもしれないですけど、軽くプチパニックです。一つの勝利を一応メモらせてもらいます。771ゲーム、5624枚、26、27、28、29、30。一匹ゴキブリでした。マジポンかい。路頭に迷いましたか。まあ、ほら、まだ、ね、通常ゲーム全く回せないですからね。一応設定があるかどうかだけ見ましょうね。どうしようよ。これがあったし、なかったらもうそれはもう星さんと楽しくコシナとね、飲み行けるじゃないですか。あれ、これ下段共通一発上がっちゃった、上がっちゃった。通常ぐらいいそうだな、それいそうだな君。当たったら謎当たりだよこれ。世界下段共通で当たったか。当たった57ゲーム。大モードにはいなかったんで、まあ、あの下段共通がもしかしたら刺さったか、謎当たりです。もう定格ポーだから謎当たりでいいと思います。まあええねええね、抜くだけ抜いて帰りましょう。もうここからはコーチニャンとの晩酌のグレードをアップする戦いです。さあ純正グレードじゃダメですね。以上、以上。メモリキスが起きてるんだよ。20枚どうする、一回転ラジオ局見ようか。それでちょっと考えよう。まだ一回も出ラジオ局打ってしてないですからね。とりあえず今私が打っているハーデスコーナーから端が予想外に弱かったんですよね。端2つはまってるんですよ。でこの辺から出玉を持ち始めて3箱、5箱、5箱の、まあ、ダメでした。でまだ実家ダメ、でもハマり始めちゃった。端5台ぐらいか。でここ僕でしょ、
ここからも出玉はないですよね。ほぼなし。まあ今日一注目すべきコーナーですけど、奥にいたらもうほぼ出玉がない、言った通りなんですね。その他のコーナーも見ていきましょう。続きまして、新賀伝八潮店のまあ看板コーナーではあります。第1戦で、これ八王子大が 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 個で持ってますけど、一撃なんですね。でね、これデータカウンターが面白くて、何連射連チャンは全部その一つのマスに入ってるんですね。なんでもうだんだんとりあえず当たって3回もハマってるんですよ。だから見やすいですよね、初当たりだけが見れるんで。このお隣も今4箱持ってますけども、まあ今これ19連その横も全部ハマってるんで、まあ、だから出玉を持ってるけど、まあ、設定の恩恵ではなさそうだっていうのはこれ見てわかるんですよ。データカウンター見やすいです。その横もですよね。1回前5連しててメーター振り切って、その後また1000円かまってるんで、これも多分ないでしょう。でその横も1000はまってます。で横が800はまってます。でこの大隣も3兆いくら当たってますが、16連と15連でそこそこはまってるんで、なんとも言えないですね。でこうパーッと見てて、粒が浅い台を探すんですけど、まあ、出玉持ってても粒全部深いもんね。めっちゃ深いもんね。これはちょっと浅いですね。これはありえるんじゃないですか。そのままデータカウント全部見ていきましょうか。まあ、ベラボーに粒が浅いって機種がないんですよね。はい、そしてもう一コーナーあるんで、今度逆にここもざーっと見ていくと、まあ、これはありそうだなって大学では止まりましょう。出玉はある程度ついてます。こういう感じでね、これはあるかもしれないですね。412213とか細かい連チャンですけど、一個一個ハマってるんで、あとはもう大概ハマってるんで、これももしかしたらですね、ハマってる、超ハマってる。まあ、今日はだからちょっと凱旋は出玉持ってる割にはあんまり出てないかもしれないですね。そういう意味では分かりやすいデータカウントで、データカウントとしては僕は好きです。ゴッド系見るには見やすいです。でそれとは相対的にこのデータカウントで見づらいのが、ジャガラを含むノーマルタイプで、まあ、見てもらえば分かるんですけど、21321がでしょ、これ100ゲーム以内に連チャンするとその中で含まれちゃうの。だからすげえ逆にハマってるのに見えるの。もう粒がね全く意味なくなっちゃうんだよね。まあでも8台はやっぱ入ってたのね。バーサス17の11で100兆円分に来たもんね。で増大してるモンハン結果はねちょっと良さそうだったんですよね。正直そんな朝からハマってなかったし、この角の方は人も変わってないですし、で一応窓脇を見ておくと、端からさーっと見てもらうと3台は3の出玉を持ってる方はいません。奥の方でちょっと持ってるけどな、まあ、手前が入ってなくて奥に入ってることはあんまりないんで、あれもたまたまだと思います。なので今日は、やっぱハーです。あとアクロスにちょいちょい入ってる感じですね。まあ絆もパッと見てうわすげえ出玉持ってる時代は今のところないです。で僕のイメージだと、もう角から5台ぐらい見てさほどこの辺に固まってなさそうなら、その日はそのコーナーあんまり強くないと思っていいと思います。で今日一緒にチンパンが来てて確定機を拾ってもらおうと思って聞いて回ってますけど、まだ確定機は1個も拾えてないです。まあメインコーナー最後番長する今日一応増大なんですね。でここだけは期待できるかもしれないです。なんとも言えねえ。さあというわけでメインどころを一通り見てもらったわけでございますけども、コシさんの評価が 2.5 でした。私ヒゲンジの評価も 2.5 です。あんまり欲を使ってはないと思うんですよね。なんでビートルの収録やったんだよ。
さ、前のこう単発やってきてるさ、全然最近ピンとんねえじゃねえかみたいなコメントも結構あったっすけど、おっしゃる通りだなと思ってましたよ。でもね、ありのままを言うって企画なのに、ありのまま言ってるとね、意外にね、怒られるんだよ。だからね、この見せ会でね、それからはもうありのままを言いますよって言ってスタートしたのね。それで今日収録あるんだから別に言ってもいいと思うんですけど、これがまたね、なんかね、そういう企画だっつってやってるのにすっげえうるさいんですよ、本当。だからお世辞にもさ、お祭り状態みたいなの入ってるかって今日入ってないよ。ベタピン書いてあるからそうでもない。こっちさんの言う通り 2.5 っていうのがいい例だと思いますよ。いい表現だと。でも考え方次第ですよね。休業日後の日曜日、週末ですよ。で、お趣味前日、一番の抜き道っても過言ではないじゃないですか。そんな中で、まあ、ベタピンではない、ある程度ちょこちょこと設定の匂いがする状態になってるってことをどう捉えるかですよ。それだけでも普段に比べたらかなり頑張ってるはずなんですよ。逆にね、お店だけじゃなくて見てる人もね、もうね、その辺はね、考慮してほしい。もう一回言いますよ、28日っていう一番のお尻、俺の前日で、しかも給料日後の日曜日、その肉は、僕は結構どっちかって言ったら想像より良かったんです。でどっちかだった方が比較的には面白いなと。すげえ入ってるからめっちゃ抜いてるからね、その辺中途半端だなと思うよ。あの右で謎を取る引いたおじさんも頬を伸びてしまう。そこから下を2人変わり千ハマリミヤ、謎明かりと謎ループもありましたが、まあ、たまたまだったんでしょう。パート1人去ってきました。こんなところの欲を使うか。冷静に今日の店内状況を考えたら稲だよな。1個前のあたりが謎当たりっぽいって言ったけど、正直わかんないもんね、あのゲーム数はね。もしかしたらさ、朝一が天国で当ててんだからさ、そのまま天国ループしてるさ、出目だけ強いの出てなくてそのまま全長に入ったのかもしれないしな。まあでもさ、考えてくださいよ皆さん。朝一一発目の初当たりで6000枚出ました。店内見る限り、まあ、はぁですね、入ってないってことはなさそうだけど、そんなに温度が高くない。どうします、あなたならどうします。帰るわな。でね、一番初めにいろんな駅して、まあ、一撃万枚目指そうかって言ってます、まあ、付け替えるならあくまでもお店の状況が良くて王に与えてる状況ならね、追いましょうよ。今後さ、日本全国で打ってくるようになるわけですから、それね、少しはダメそうなら早く抜きって ね、早い時間に終わらせて、そのエリアのね、特産品でも食べたいじゃないですか。僕一人であの日本全国回ってる時なんかね、もう 95% はあの美女でコンビニ飯ですからね。こんなスタッフと一緒に地方行った時ぐらいなんか飯食いたいですよね。ねえ、最悪朝一に鹿山取って取れたか取れたらもう帰る、そんなことないでしょ。もう昼12時に終了、博多に1回3000枚帰ります。まあそれはね、お仕事ですけどないとは思いますけども、そういう動画のパターンすらあり得るのがビートルだと思って、はい、ゆるく見てください。もう好き勝手やりますんで好き勝手見てください。飛ばし飛ばしていいよ、こんな動画も。この動画を見てくださっているホール関係者の皆様、もしですね、ビートルで収録する際、
まあ、これ以上この店の音もしゃあねえなと思って、結構 早上がりもありますね、214、はい、でご老長の上注力させてください。349エルゾーン黄色当てましょう。当ててもゼロ読めでもいいんですよ、これ。若干もうそういうレベルになってきましたよ。こっち一番はもう400過ぎたところでやめることになりますから、当たって多少稼ぎましょう。はい、よいしょい、鼻がかゆい、行きましょう。すごい空気清浄機もついてるんだから、大ラライ、ありがとうございます。359、久々に綺麗にセーラーライ決まりましたね、うん、こんなに綺麗にはまることないよ、うん、まあ、取り切ってループ見てやめましょうか。追ってもしゃあないよこの店内状況じゃ。でも最も抜かなきゃいけない日にこうやって寄せてくれた方は本当に感謝ですよ。おかげさまで打てました。ただ追い切るほどではなかったです、はい、これは僕の率直な感想ですね。もしこれが6だったとしたらすいません。おお、おお、あれじゃないですか、ハーベロスじゃないですか、ハーベロスじゃないですか、大丈夫ですか、ハーベロス行きましょう。出たかやろ、いや、300、平均値だけ俺にくれ、ちゃんと狙う、ハーデスガロ、いつも狙うハーデスガロ、ちゃんと狙う、ドン、一回取ってくれたらいいかな、もう一回取って一回来る、これでおじちゃん帰るよ、一回出んだよ、ほらここで出てる、だってあなたはまずここで出てくる必要なかったんだからね。相当空気読んでないよ今回。なセーラーライ、結果ハーベロスでした、うん、はあ、お前出てきた意味あんのかよこれ。帰ろう。当たり前のように何も起きずに終了のすっけ。ビビるほど何も起きなかった、一言も喋んなかった。脳子役下段共通2発、使ってないけど、途中ハーデステージも行ってるから、ね、何も起きない。もちろんルーズもございませんでした。いや待て、なんかファン感謝祭の抽選が始まったぞ。あれだけは引いていいか、あれを引くまで打とう、あれを引きたい。45、ミドル以上いいんだなこれ、いってますね、タイラライ、体操機しかない。今日そういう日なんかな。ずーっと使ってなかった。思い出した。アダマウス。時代はビッツなのかもしれないな。アダマウス当たるんだ。53。なんなんだ今日マジで。大丈夫？これどっちですか。あなたどちらですか。ペルセポネさんですか。ペロスさんですか、どちらですか、答えは見ましょう、もう見たくないこれ、はい、
もう狙わない。俺がヒゲちゃんだよ。スッポシスコチン、はい、はい、あこっちのがテンポがいい。これはペレベロスじゃないですか。間違えた、ペレゼボロじゃないですか。間違えちゃダメだな。アウトマウス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 アザマウス。偶然でした。偶然さあ、ファンタジアの抽選が近づいてまいりましたよ。エルゾーンなんか知ったことじゃないもん。あっちじゃ大丈夫なの。ちゃんと今日あれ当たりだってさ、これが当たりくじですよって別々にもらってるわけじゃない。当たりと当たりが混ざった状態のお店の当たりじゃないけど、当たりくじ持ってるわけじゃない。だから何日に、まあ、最終日にいっぱい入れるのかとか作為的に選べるわけですよね。いや今日カメラ回ってるから当たりくじいっぱい入ってるパターンもありますよ、もしかしたら。聞いてみましょう。今日は何等まで入ってるんですか。いっぱい入ってますか。一体出てない。え、全部入ってるんですか。当たりは全部入ってるんですね。長い。君、いいか。さあ、というわけで、結果はエンディングにて。何も起きず、今日はこの後何も起きることはございません。そんなことは長い経験上分かっております。この右上で回して、はい、マッチッキということでここで実戦終了ですよ。結果ぴょーん。一言で言うならもう最高の休日。朝、まあここコシさん家だけじゃなくて僕ん家も近いんで意外に、はい、朝結構いつもよりお寝坊でフラフラ来て、で適当な抽選番号で歯で座ってリセットで引っ掛けて、そこから一撃5000枚覚えでしょ。で周りの状況その間に判別してもうさっと逃げるっていう最高系のパターンですよ一番労力低いやつ。さあそして、そんな一日でございましたが、とりあえずですね、本日は朝一からハーデスの真ん中への台を打って、で言った通りの展開でございましいので、最終的には投資は朝の4000のまんま47枚貸してございますので、188枚、回収のがなんと5571枚でございます。3枚の方がプラスの5383枚ということで、ほんと何もしてねえよ俺。ゴッと引いた紫なのとぐらい、あと何もしてねえ。まあじゃあ、はい、これはもういいです。さあというわけでですね、新生ピートレ第1回目でございましたが、なんかねコシさんのおかげでちょっとね今後やっていきたいなってことは見えました。だからこの1日打ったその日のね、このお店のその日の状況を僕なりの5段階で点数つけたいと思います。コシさんは 2.5 って言ってましたね。僕はあの後こう店内をもうちょい見れましたので、もう少し詳しく聞けると思います。 2.6 ですね言うてもですよ、途中でも言った通り、まあ、28の前日ですからね、給料日頃週末日曜日ですよ。その状況本当だったら俺が店長だったんですよ。ガツ抜きの日ですよ。
これ見ようがしの日なのに、そこでもうできうる限りはこう努力をしてくれたというか、こう番組のためにね、なんかある程度予算を出してくれたのかなっていうのを僕は見て取れたので、そこはプラス加点です。言った通り店内全部で見ると別にこう遠方から来るほどのあれはなかったですね、はい、で家のそばにいるならもうリセットもかかってましたし、はい、だからこのシンガーデン八潮店、まあコスさんも言ってた通り強い日は結構強いです。それ以外の場合は狙うんだったら、まあ誰か来てんのかなってチェックしたりとかね、はい、だから僕みたいになんか結構イメージの強い持ってる誰かが来てる時なんかは結構狙い目で、そこなんか走ってみると、今日だってさ、この状況の中だったら一番いいのはやっぱりハーデスコロナでしょ。ダクロスにもちょこちょこあったかなっていうふうに見えたんで、はい、そういう感じで打ってもらうといいのかなと思います。ただね、その強い日あるよって言ったじゃん、そういう日はすげえ抽選の人数多い店なんで、はい、抽選になるんですが、まあそうじゃない日はこれぐらいの、今日だと僕250人とかじゃないですか、週末でもそれぐらいでいけますので、どっちを狙うかはあなた次第でございますよ。ぜひ、新川店八潮店に遊びに来て、あなたも P を取ってください、はい、というわけで新生ピートレ第1回これで終了でございますが、次回以降もですね、言った通り毎回違うお店で打っていきたいなと思います。次は一体どんな P が取れて、たまにはですね、地方の編集も遊びに来ると思います。どんなゲストが遊びに来るのか楽しみにしていてくださいね。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。